はい、戦国姫紀行、阿茶のつばれの墓、こちらは江東区にあります運行院さんからです。お墓はですね、非常に立派な、もう将軍家の墓のようなお墓があるんですけども、まあ、最近ちょっと墓石の前でっていうのと、ちょっと所狭しと並んでいて一般の方もかなり映ってしまうんで、ちょっとこちらで失礼させていただきます。この方はですね、元武田家臣の娘さんで、今川氏の家臣の、まあ、未亡人というか奥さんだった方ですよね。で、まあ、その亡くなった後にですね、なぜか家康公に見初められて、まあ、いろいろいきさつあったみたいですけども、まあ、その後の活躍というか、その注目度がすごいあってですね、まあ、ここにもちょっと書いてあるんですけども、特に大阪の陣で、これドラマなんかでもよく出てくるんで、淀君と会ってですね、その和議交渉の交渉役に徳川を代表していったわけですよ。まあ、おそらく、まあ、一番淀君を説得するのはですね、まあ、郷姫と、まあ、お初ですよね、2人の3姉妹ですから、財産姉妹、次女三女と、その2人が本当は行った方がいいんでしょうけど、やはり身内すぎてですね、まあ、3人はいろいろありましたから、かえってこう感情が出てしまって、全く浅井家と関係のない、この阿茶の局の方が適任だったという判断は家康公がしたのかちょっと分かりませんけど、それにしてもですね、その経歴というのがそんなに長くない方、浅い方ですよね、まあ、家臣で、普通の家臣で言えば。徳川家にまだ仕えたばかりの人にそんな大役をと、まあ、女性同士で話した方がいいっていうのと、まあ、淀君がね、結構興奮しちゃう人ですから、それこそ妹2人を送ってもですね、多分別れ話になっちゃうだけなんですよ。結局姉上で姉様とね、ゴーは言ってましたけど、ドラマなんかでも見てると、やっぱり一番長女のその淀君に逆らうというか、淀君の意思を変えることって難しいんですよね。変えられる方は多分いなかったと思うんですよ。まあ、秀頼気味ぐらいですけど、秀頼気味自身がもう淀君の傀儡になっているような、もう淀君が、まあ、要するに大阪の主だったわけですよね。まあ、秀頼公のことはまたちょっと別としてもですね、そんな和議交渉する徳川の代表としてこの方は行ったんですけど、こちらにも書いてありますよね。淀君と会うと、それと、面接してって書いてありましたね。面接して、和議成立に、まあ、持ち込んだと。まあ、要するに戦ではないんですけど、すごい、まあ、戦で言ったら軍功ですよ。それに二代将軍秀忠のやっぱり覚えもめでたいんでしょうね。娘を預けて母親代わりとして随行して妻女と、確かに妻女なんですけど、その信頼度が全然違いますよね、他の方と。なんでそんな側室でですね、そこまで信頼されるのかっていうのはちょっと謎ですけど、まあ、家康公は、まあ、20数人側室がいて、まあ、関係者も含めると30人以上いると思うんですよね。まあ、関係者っていうのは庇護した人とか、そういう人も含めれば、例えば武田顕彰院とか、特に武田関係の方のですね、女性に対しては、まあ、まあ、熱烈大歓迎という感じで、もし手を挙げてくれば、おそらく松姫なんかは八王子にいたんでしょうけど、まあ、多分探して声をかけたんですけど、多分拒絶されたんでしょうけどね。松姫ってそんな方じゃないですから、まあ、そういう方はちょっと除けば、まあ、家康公に、まあ、自ら近づいていった方もいますし、他の方も何人か有名な方いますけども、この方そんなに徳川を代表していくような、家康公のね、まあ、信頼厚かったのは分かりますけど、そんな大役を仰せつかってっていうところでですね、よほど信頼があったんだと思いますよね。家康公が信頼する理由っていうのもちょっと知りたいですけどね。元武田家臣の娘ってそれだけですか？そんなこと言ったら武田家臣っていっぱいいますからね。まあ、ほとんどの方が大名とか旗本になってますから、まあ、それ考えると、いかに家康公が武田家を優遇したと、武田家臣、元家臣とかですね、優遇したとかっていうのはよくわかりますけど、女性の方も漏れなく、当選ということになりますよね。必ず何か、あると。まあ、いずれにしてもこの方のですね、お墓が立派なのと、入り口に昔の説明板と墓の写真があるんですけど、ちょっと今見づらくなってるんで、ちょっとこちらで話をさせていただきました。はい、阿茶の局のお墓のある運行員さんからでした。